ハギマシコは、スズメモクアトリカハギマシコ族に分類される鳥類の一種で、ある。旧北区の東部に分布する。夏季に、ロシアのアルタイ山脈、サヤン山脈から、モンゴル北部、ザバイカル、コリアーク地方、カムチャツカ半島、チシマレット北部の山地で繁殖し、冬季になると、低地や団地に移動、中国や朝鮮半島へ南下し越冬する。日本では、アシュ、 萩増ま子が、主に陶器、越冬のため、冬鳥として飛来するが、本州中部以北で見られ、西日本には少ない。下記に、北海道や東北地方の鉱山帯に残る個体も、おり、北海道の日高山脈や利尻島のほか、大雪山では、素材を運ぶ個体や、巣立ち直後の幼鳥に給仕する観察例があり、繁殖している、可能性があるが、 巣や卵は確認されていない。北海道で冬鳥、または、流鳥とされるほか、南千島、本州、三島で冬鳥、ヘグラ島では、旅鳥、佐渡島、九州、津島、伊豆諸島の八丈島では、稀な旅鳥として記録されている。全長約16センチメートル。スズメより少し大きい。体重約30グラム。夏は、 全身が褐色味の強い羽毛で覆われ、くちばしの色彩が黒い。冬羽では、くちばしの色彩はオレンジがかった黄色で先端が黒い。オスの冬羽は、前頭部から覆面にかけて黒く、胸部や覆面には、白色や赤紫色の細かい斑紋が入る。和名はこの斑紋が、萩の花のように見えることに由来する。後頭から、側首にかけては明褐色。 胴体背面や肩羽は褐色で、羽毛の軸周辺の反紋は黒褐色。メスの冬は褐色味が強く、覆面に灰色がかった赤紫色の反紋が狭く、入る。現在では通常、北、アメリカに分布する以下の3種を別種に分類しているが、これまで分類学的に安定せず、それらを単一種としたほか、三内脂4種にも分類された。 標高の高い岩歴地や崖地に生息し、陶器になると海岸、崖地や岩場、ソリーン、草原、荒地などに移動する。批判食器には数十羽から数百羽の群れで行動する。食生は植物食で主に種子を食べる。主に地表で彩色を行う。岩の隙間に木の枝、苔、枯れ草などを組み合わせた皿状の巣を作り、 一腹四から五個の卵を産む。放卵期間は十二から十四日でメスのみが放卵する。ヒナは十八から二日で巣立ちするが、その後も約十四日、程度親から休児される。鳴き声は、地鳴きでは、ジュジュジェッジェと濁って聞こえる。高めの声で、ピースピースと鳴いたり、チッチッ、という鳴き声を発したりもする。非正時に聞くことが多い。 ありがとうございます。